頼むよおいらたちの中だろうな、一緒にやって、天下取ろうや。うんそ、そもそもその、お笑いってのが、おいらよくわかんねえんで。うん、まあ、おいらも今朝思いついたばっかりだから、これといった答えは今、パッと答えらんねえんだけどよ。うん、例えばだよ。例えば。うん、お前なんか面白いもん見たら、どうするえー、なんだろう笑うか、そうだろう人は 面白いもん見たら笑うんだよ、うん。つまり、どういうことでその面白いものっていうのが、お金を対価として得られるサービスだったとしたら、これはどうだいうん、うん、俺、周り見てみ。みんなストレス抱えて疲れたしかめっつら顔面に張り付いてるよ。うん彼らに足りないのは、どう考えても笑いだよ。笑い。うんなんとなく分かったんだけどよ。具体的に何やんだよ。まあ、一重にお笑いと言っても、 いろんなやり方があると俺は思うんだ例えばな例えばないくいくいくいなななななうんなにななんかダメだななにがそのもっとオーバーにやらないとなんでだよなんで痛がんなきゃいけないんだよ一番わかりやすいのこれが何がよ目で見てすぐスッと入ってくるなんで痛がってたら笑うごめんごめんちょっと忘れてこれはごめん悪かった違うやつやろうかうんあじゃじゃ これ、これ持って、これ。えお美味しそうな、ねえ、りんごだね。え<ん>い,やいや、その、違うだろうとか、ひょうたんだろうがとか、と言わないと。<laughs> 言ってることがよくい。ええ、その、通常の道理とは違うことを言って、それを指摘してもらったときに監修が湧く傾向にあんのよ。指摘だからもう、今から、おいらがとぼけるから。 うだからもう、役割はもう、おいらとぼけ。<う>お前が指摘、うん。指摘すればいい。いやーちょっと聞いてくださいよ。はいはい。この前ね、友達と二人でこうやって歩いて、ね。友達いねえだろどこ指摘してんだよ。まだとぼけてないよ、こっちは。そしたらね、前からね、5年配の女性がこう歩いてきて。歩けねえだろいや決めつけんなよ。失礼すぎるだろ。手でね向こうからね、こう挨拶してくれたもんでね、こっちもあこんにちはって言ったら。なぎ倒せよいや、なんででとぼけうまーい。え とぼけがうまいね、君。いやいや、指摘。いや、もう、指摘は全くできてないけど。でも、結果としてすごいいいわ。そう。え、じゃあ、このスタイルで、やる俺が、とぼけうん。まあ、そうだな。まあ、とぼけなんだけど、指摘風のとぼけというか。指摘風のとぼけ。首を突っ込んでくるとぼけみたいな。うん。なんていうのかな、その、本来は首を突っ込んでくるのは、指摘の方なの。 指摘風とぼけみたいなことだな,、うんなんか指指。指摘っていうのもなんかあれか。首突っ込み。首突っ込みだな。うん、なんとぼけと首突っ込み。おいらはとぼけそう。お前さんはとぼけ。おいらは首突っ込み。うん、ちなみにさっきお前さんお笑いにはいろいろあるって言ったけど他にはどんなんがあんだいうーん まあ、手っ取り早く人気を出すんだったら、歌とかリズムに乗せて耳に残るフレーズを発信していくのがいいんじゃねえかなぁとは思ってるけどね。